はい、どうも。今回ですね、花ちゃんの森の住み方と隠した空箱6個の場所を紹介します。でまず1個目の隠した空箱はここですね。ここに1個目があります。で花ちゃんの森にはこうやってキノコがあるので、これもゲットしていきましょう。で、あの花ちゃんを10回連続で踏むとカエルコインがゲットできるので、ぜひ挑戦してみてください。で今回はこのキノコとかを取らないで進んでいきます。で2個目の隠した空箱はここにありますね。でこの切り株がいっぱいあるんですけど、右下の切り株、ここですね、これに入っていきます。でここに3個目の隠した空箱があるんですけど、この鉢だけが、この鉢が邪魔なので、この鉢だけ倒しちゃいます。で3個目の隠した空箱を取っていきます。3個目はここら辺ですね。ありました。で次に中央左の切り株に入っていきます。でここに4個目の隠した空箱がありますね。ただ中身はハズレです。このまま上に行きます。であそこに花ちゃんがいるんで、これを踏んで起こします。で上に来たらもう一回同じ切り株に入ります。でここに5個目の隠し宝箱があります、ね、ここですね。で進みながら6個目の隠し宝箱を取りに行きます。でどんどん進んでいっちゃいます。でジーノがいるので6回ジーノを追いかけます。もうここはひたすら追いかけます。でこれジーノを追いかけないで違うルートを行くと隠し部屋に行くことができますね。で隠し部屋はまた今度にします。で最後の隠した空箱がここにありますね。この左下のここですね。これが最後の隠した空箱です。であとはもうここをセーブして進んだらボス戦ですね。はい、というわけで花ちゃんの森の進み方と隠した空箱に関しては以上となります。でボスはもう弱いので倒せると思います。はい、というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。